ご注意。この動画は、日々起きるニュースについて、日本第一党、桜井誠さんが、お話ししている動画です。桜井誠さんが考えていること、思っていることに、共感できる点が、きっとあるはずです。時に、大音声になることがございますが、それでも、大丈夫だよ。という方は、最後まで、ゆっくりしていってね。桜井誠ニュース一つ目、対反政府デモの中、国王は愛犬30匹とドイツのホテルでバカンス。二つ目、自民松野官房長官、ガソリン減税したらガソリンの買い控えが発生し経済が混乱する。三つ目、武蔵野市民嘘だろ、寝耳に水だ。在留期間条件なしの外国人住民投票条例案に武蔵野市騒然。衝撃を受けている模様。タイの反政府デモ、国王は愛犬30匹とドイツのホテルでバカンス。タイで君主制改革を促す都心デモが続く中、ワチラロンコン国王が愛犬30匹と随行団250人を率いて超豪華外遊に出た。タイムズなどは16日、ドイツ紙ビルトを引用し、10日にドイツミュンヘンへの、ホテルで、運動服姿のワチラロンコン国王が若い女性随行員の、護衛を受けながらホテルのプールへ向かう姿が捉えられたと報道したそうです。まあ、これ、まあ、先代のね、プミポン国王が、もう本当に国民から愛されてた人たちなんですよね。愛されてたわけですね。ですから、その、プミポン国王の後を継いで、現在のね、ワチラロンコン国王がですね、継いだんですけれども、まあ、このね、ワチラロンコン国王が、体にね、なんか入れ墨やってね、もう本当にね、添田厚弘状態なんですね。上半身にこう入れ墨入れたりですね。で、短パンと、あと何ですか、その Tシャツっていうかあれなんだっけ、山下清みたいな格好でね、軍のこうね、出迎えを受けたりとかですね、むちゃくちゃやってるんですね。いや、で、国王になってね、治ったかなと思ったんですけれども、全然治ってなかったというですね。いや、本当にね、この、タイの国王って、なんていうの、財力もすごいんですね。確かね、3兆円だか4兆円の、3兆円だか4兆円の、この、王室資産を持ってるんですよ。まあ、持ってるのはいいけれどもね、まあ、本当にそれに比べりゃね、天皇陛下のね、その、なんていうんですか、財産ということを考えるとね、で、まあ、そのね、持ってるのはいいんですけれども、その、プミポン国王もね、プミポン国王から、全国王から引き継いでるわけですよね。その3兆、4兆というお金をですね。で、なんかこのクソパヨクがね、来てますね。いや、本当にね、こう、クソパヨクがね、なぜこの番組に来るのか、もう常にね、こう、桜井のこの番組に食いつかないと死んでしまうという病気ですよね。いや、もうね、本当にこの、なんていうの？毎回毎回ですけれどもね、こう来なくて、君たちは自分たちのね、自分たちの、何ですか、差別テレビあっちの方で頑張ってよ。でも、差別テレビに行かないんですよね。まあ本当にね、パヨパヨチンといったところですけれども、承認欲求がすごいんですよ。もうですからこういうのはね、もう片っ端から消していくに限るわけですよね。で、まあそのね、何がこれタイのね、今問題なのかといったら、タイではね、もうこれをなんて言うんでしょうか、先ほど言った通り、プミポン国王っていうのはもう国民にものすごく慕われていたんですよね。で、タイではですね、この王室に対する不敬罪というのもありまして、で、ものすごいこう、なんて言うんですか、王室に対する批判っていうのはね、絶対にダメだったはずなんですけれども、この、ワテラロンコン国王がですね、ついてから、就任してから、もう、あっちゃこっちゃでデモが起きるようになりましてですね、で、どんどん、その、なんていうの、王室批判が進んでいると。で、その一つの要因が、この3兆円のお金をね、これ見よがしに使う現国王ですよね。プミポン国王も金持ちは金持ちだったんですけれども、国民に対して非常にね、こう、なんていうの、親切というかね、国民に非常にこう、優しいね、イメージを植え付けてたわけですね。ところがもう、この息子の方はですね、遊びほうけてるというですね、まあ、そのうちですけれどもね、タイでね、政変、それも国王をね、こう変えるということで、起きるんじゃないかなと思いますけれどもね。はい、それじゃ続いてのニュースを見ていこうと思います。自民党、松野官房長官、ガソリン減税したらガソリンの買い控えが発生し、経済が混乱するにだ。松野官房長官は16日の記者会見で、原油価格高騰などを受けて、揮発油税などの減税をするトリガー条項の凍結解除に向けて、否定的な考えを示した。ガソリンの買い控えやその反動による流通の混乱、国、地方の財政への多大な影響などの問題から凍結解除は適当ではないと述べたということで、何が言いたいのか私にもわかりません。買い控えがなんで起きるんだって話なんですけどね。税金を安くする。つまり、ガソリンの値段が下がるわけですね。ガソリンの値段が下がってたら、普通はね、みんな買いに行くわけですよね。みんなこれ、どんどん買いに行って、で、使うわけですよね。で、ところが政府の、このね、官房長官とかいうですね、頭のおかしい人は、いや、買い控えが起こるにだ。これで経済はね、止まってしまうにだってなってるんですよね。いや、こんな気違いがですね、あんた、政権政党やってるんですよ。もう国民を向いていないっていうことが、まあ、要するに、経済のね、失勢においても、国民を全く向いていないっていうことがようわかるでしょうに。まあ、この自民党がですね、まあまあ、ちょっと関係のない話なんですけれども、維新がね、この間、運動員がとっ捕まって、どうしたこうしたっていう話、皆さんご存知でしょ？で、この運動員が有罪になると、維新でね、当選したおっさんが、連座制で、失職するという形なんですけどね。で、今度は自民党がですね、現職の米沢市議だったっけ？米沢市議が逮捕されたんですよ。運動員を使って買収行為やってですね。これ自民党なんですね。自民党の30何歳のね、とっちゃん坊やがなんかこう当選したんですね。国会議員に。で、当選する際にその応援に入っていた自民党の米沢市議が、現職ですよ。現職の市議が、買収行為で逮捕された。まあこれ法律上どうなるのか。運動員がやったっていうことであれば、連座制で、それを使っていたね、議員も一緒に失職するんですけれども、まあ、この場合も失職に当たるんじゃないかなと思うんですけれどもね。もうとにかく次から次へとね、悪さばっかりやっているね、犯罪政党の、こう、あり方ですよね。犯罪政党の実態が、こう、皆さんにね、こう、明らかになっている、つまびらかになっているという感じなんですね。そしてね、またぞろですけれども、あとまた来年もそうなんですけどね、参議院選挙があり、衆議院選挙があり、また騙されて、また自民党に入れる。いかに国民がバカかってよくわかるでしょ、うん、で、自民党しかね、政権を任せられる、政党はないんだ。こんなバカがですね、選挙やって、で、いいわけはないだろうって話なんですよ。こんなバカがですよ。こんなバカが、選挙をやってもね、意味がないって言ってるんですよ。はい、ということで今日最後のね、ニュースを見ていこうと思います。最後のニュースです。武蔵野市民、嘘だろ、寝耳に水だ。在留期間条件なしの外国人住民基本条例に武蔵野市騒然、衝撃を受けている模様ということでね、まあ、桜井から言わせれば、まあ、昨日もね、日本第一党で反対外線やってるんですけれども、バカが何寝言言ってんだって話なんですよね。昨日も言いましたけれども、こうなることはもう分かった上で、君たちは民主党のね、この、松下でしたっけ？松下とかいうね、この女をですね、市長に選んだんじゃない。だから何があろうがですね、何があろうが受け入れろやっちゃう話ですわね。まず最初にそれが来るんですよ。いや、でもこれね、武蔵野市の人間だけがバカだって言うんじゃなくて、日本全国みんなバカなんですね。気違いとしか言いようがないんですよ。まあ、こうやってね、あっちでもこっちでもね、いろんなところでね、なんていうのは、外国人様のための、参政権を、外国人様を優遇しよう。こういった動きが続いてるわけですね。で、それを食い止めようとして日本第一党も出馬してるけれども、それに票を入れなかったのはあんたたちでしょっていう。あんたたちが入れなかったんだから当然こうなるに決まってるでしょうに、というですね。で、それで文句言うなやっちゃ話ですから。まあね、自分たちのね、選挙の結果ですね。自分たちがこう、選挙をやった結果ね、それがどういうね、意味を持つのか、それさえ考えることができないのが、今の日本人なんですね。もうだからね、西洋型の民度で言うんであるならば、日本人は、ゼロどころかマイナスを突き抜けてるんですね。物事を考える力がなくなってしまったんですよ。ねえ。いやね、桜井ね、あんたね、バカ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 言い過ぎだと、自国民をバカと言うなとかいう人間がいるけれども、どう見たってバカだろうと。頭おかしいでしょ、気違いでしょ、狂ってるでしょ、それ以外に言う言葉がないんです。だからね、国民に対して、あんたたちはバカなんだと、はっきりね、突きつける必要があるんですよ。だから君たちが選挙権を持つべきではないと。何せね、この状況でも5割しか国政選挙に行かないんですよ。で、地方の選挙に至っては2割しか行かない。これで民主主義がどうしたこうした。ふざけんなっちゃ話なんですよね。